続きまして、ラジオネーム清美さん、くんいちさん、こんばんは。初めてお便りいたします。先日の放送でくんいちさんが一喜一憂するのは日々日常のことで、一喜一憂することに一喜一憂しないことだと思いますと話されていましたね。今の私にはとても響く言葉でした。現在私は体調不良のために休職を余儀なくされています。そして娘の反抗期に直で向かい合っている毎日です。こんな中、25年勤めた会社を辞めて別の環境に身を置くか、どうするべきなのかを悶々と考える日々で、未だ堂々巡りで良い意味での結論が出せないままです。一喜一憂して動かされないことを軸としながら、今後の自身の生き方と向かう方向を決めていきたいと思っています。くんいちさんは人生のターニングポイントなどはどのようなことを考えて過ごされていましたか。リクエストはポール・マッカートニーのマイラブをお願いいたします。ありがとうございます。言いましたね、そういえばこういうことを。まあ、一喜一憂しちゃいけないっていうわけじゃなくてですね、一喜一憂って一日の中でも繰り返してしまいますから、それが当たり前で、たまに自分は一喜一憂して感情が左右されるからダメだって話したりする友人とかもいるんですけども、それが当たり前でいいんじゃないのっていうことを言いたかったんですけども、ターニングポイント、自分がそういう時にいる時って多分ターニングポイントってあんまり分かってなかったような気がします。後になって、ああ、あれがターニングポイントだったなぁとなんとなく思ったりするわけで、だから何を考えていたかっていうと、普通に悶々としたり悩んだりしていましたけども、振り返った時にあれがターニングポイントだったなって思えるのは、決断が間違ってなくって 100% 望みは叶ってなくてもですね、いい決断だったって思えたからだと思うんですよね。なのでリスナーの皆さんもですね、振り返った時にあれがいいターニングポイントだったと思えるように、そしてきっと思えると思いますから、とにかく無理に考え込まずにですね、流される時は流されて、抗う時は抗って、まあ、自然体で行くのがいいんじゃないんでしょうか。リクエストのポール・マッカートニーですが、これもまたかけておりますので、今日はですね、もう少し現代のアーティストコリーヌ・ベイリー・レイのバージョンをかけたいと思います。